さお、どうだダッシュでいくので、どうもありがとうございます。ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになるんですけれども、 CKD 初戦行ってまいりました。いや本当に成長しました。タイムとかではなくて、今まで大会出てきた時っていうのは3年前から振り返りますと、クラブ対抗があるからそれに向けて出たのが初めて、次の年ですね、山形県戦で国体選手を目指すということで、それも初戦が6月だったんですよね。次の年、まあ皆さんご存知の通り、ちょっとコロナで2020年、試合は夏以降そして秋になってしまいまして、初戦は9月になってしまったという経緯が今まであるんですけれども、遅かったんですよね。なんて何かの大会に向けて練習をしてっていうルーティーンが今まであったんですが、今回は2021年のシーズンをうまくできるように3月に試合に出たという形になります。この時1月ぐらいからかな、週3ぐらいでは練習できていまして、200から300ぐらいのイーブン走だったり、そういう練習がもう7、8割方になっていたんですが、どの大会に向けてっていうよりかは、この冬季積んでみようよっていう、今までやったことない練習量を踏んでみようよっていう形で、ちょっと冬季練習頑張ってみて、このシーズン1年を通して結果を残せるように、今回3月中に試合に出たという形になります。YouTube では一切この3月中に試合出ますっていう告知等もしてなかったんですけれども、ちょっとこちらにポンって出ていると思うんですが、インスタグラムの方では実は明日試合控えててっていう話をしていて、試合が終わった後いくらでも言えるんで、実はそのインスタで軽い目標みたいなものを言っておりました。結論から言うと、目標タイムは11秒2から3ぐらいで帰ってこれたらいいなという話でしたね。今回の目標でした。なぜこのタイムなのかというと、もちろん今までの練習量、流れからは来ているんですが、簡単に言うとほぼスピード練習をしていない状態、調整もなしで挑みました。調整なしっていうのは時間を見つけることができなかったので、なしで挑ませていただいたという感じですね。皆さんに言い訳したいというか、自分に言い訳をしたくて、これがあったからこれでこうだったよねっていう言い訳ができるように、ちょっといろいろやっていないことが多々ありました。ちょっと話が長くなってしまったんですが、早速皆さんが見たいのは多分レースだと思いますので、今回大学の競技会に参加させていただきまして、 100m 一本走ってまいりましたので、そちらの映像もご覧ください。どうぞ。ダッシュで行こうぜ。2レーン武田くんです。実況は陸上大好き大西さんと語れる不益です。よろしくお願いします。練習動画を見る限りは非常に調子が良さそうな武田くんですが、シーズン初戦はいかがでしょうか。だいぶ緊張している様子が見られました。お、いいんじゃない。だいぶ入ってるね。いい感じ、いい感じ。緊張しているのか、なんかやっぱりオーラがあるんだよね。伊達に国体選手じゃないってことかということで、頑張ってもらいましょう。黒いのが武田君です。さあ、いよいよ今シーズン初戦が始まります。黒いユニフォーム、2レーンが武田君です。さあ、練習の成果をちゃんと発揮できるのでしょうか。集中してますね。お、どうだ。さあ、気持ち、お、いいよ、行ってきた。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで撮影してくださった冬木さん、ありがとうございます。皆さん、冬木さんってアクセルの方なんですけど、元日本代表ですからね。ということで、結果がプラス 1.4 で11秒35。よくはない。よくはないですけど、ぶっちゃけ70点ぐらいは自分の評価としては与えたいなといったところであります。11秒3で走って、初戦でね、70点って言っている TKD って、YouTube チャンネルを発足してから、3年ぐらいしますけども、皆さん見たことあります？僕はないね。ないね。いや、この間さ、シーズン中旬とか後半、タイムをしっかり狙ってった中で11秒23で、うわーっていうのは去年、一昨年あったんですよ。あったんですけど、今回の11秒3って、初戦で、いやー、微妙だな。こんな TKD よね、僕はね、見たことない。どの目線で言ってるんだっていう話にはなると思うんですけども。ちょっとレース全体としてもいろいろ言いたいことはありますけれども、全体的になんとなく自分の中であるのは、ちょっとぬるっと
した感じかなという感じあります。まあそのぬるっとしてる感じっていうのもやっぱりスピード練習してこなかったっていうのがやっぱり一つ大きな点がありますし、流しみたいな感じになっちゃったかな。もちろん一生懸命走りましたよ、もちろん一生懸命走ったんですけれども、レース全体的にはちょっと流しっぽく終わってしまったなという感じにはなりました。でやっぱりスピード練習もしてこなかったので11秒3ぐらいの出力出してもやっぱその後もうすっごい足肉離れとか全然怪我とか全くなかったんですけど、ピュッと来たなっていう感じもあったので、怪我に気をつけなければいけないなと、これからやっぱまたどんどんスピード上げていかなきゃいけないのでというところであります。ということでなんか始まったって感じです。でやっぱりその今回競技会速い選手いっぱいいたんですよ。試合の雰囲気とかも記録会とはいえやっぱりありましたね。雰囲気とかも最初到着した時はね飲まれましたね普通に。プラスやっぱ YOSHIKI がいつも撮影でこういつも助けてくれてたんですけど、まぁ、今回 YOSHIKI は淀川のマラソンの方に彼は金で頑張ってるのでちょっと今回撮影はなしで僕一人で行った形になるんですけれども、やっぱ YOSHIKI いるとねちょっと競技場一緒に撮影で行くとやっぱ安心するんだけど、やっぱいないと不安になるね。カップルチャンネルとかなんかふざけてるしね、コーチとか先生とか先輩とかいたらさみんななんか安心するみたいなのあると思うんだけど、その感覚でYOSHIKIがいなかったから、どう調子いい、なんか硬くないとかいつも言ってくれたんだけど、そういうのが全くなかったから完全に飲まれましたという形で、本当にまだ始まったっていう感じですので、まあここからまた 2,3 戦で11秒 2,3 で続いてしまったら、おい武田それはダメだろってみんな突っ込んでほしいんですけれども、こっからまた上げていく自信はありますし、それだけの練習プランっていうのも、まあ練習プランというかやりたいことっていうのもいろいろありますので、ちょっとまた次の試合から楽しみにしていただきたいなと思います。4月中にはまたもう一本出たいなと思っているんですが、まあ、4月の後半になるかなにはできれば出たいなと思うんですけれども、出れなくても TT とかトライアル系はやりたいなとは思ってます。まだ今回 YOSHIKI もいないのでちゃんとした目標動画っていうのは上げてないんですが、また近々目標動画も上げたいと思っておりますので、皆さんぜひそちらもチェックしていただきたいなと思います。ということで、まあ、これからまたスピード練習とか試合に向けた練習の流れとかもいろいろ見せていけたらなと思いますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。ということで、すいませんちょっとトーク長めの動画になってしまいましたけど、かなり真面目に話したね。かなり真面目に試合に取り組んだからかなり真面目に試合に取り組んだから、かなり真面目なトークになってしまいましたけど、こういう試合の報告動画もたまには許してほしいなということで、次の試合動画もお楽しみにということで、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。